30秒ぐらいで想定します。何ですか？30秒ぐらいで想定します。そこを切ったとして、あ、切ったとしても、そんなもんですか？もうバランスだ。結構なんか無駄話をしたと思うんですけど、そこら辺を切ってもらっちゃってもいいな。あと残り何分ですか？今5752で1分です。まあじゃあ2分にしましょう。2分で。塗装乗れないんですよね。このクリスマスソングに乗れないんですよね。乗って喋れないんですよね。乗る、あの 今はできないですけど、後で乗せるのは可能ですよ。じゃあそこは編集ポイントにしますよ。そこで切って、それでもまだこぼれてたら、これ今のから取るトークのところ乗せるようにしましょうか、ね、それともどうします？あのすぐエンディング出しちゃいます。え今ここから曲を何も使わないでトークを取って終わります、うん、俺は終わります。で、うん、そしたらそれをあの尺に合うように曲のクリスマスツリーとエンディング曲をいつもみたいに振っていただいて、うん、来週も楽しみから行くんじゃなくて、うん、フェードフェードアウトでつなげちゃいますけど、うん、それで行きましょう。それでします、うん、じゃあ今曲は何もかけないんでこのまま行きます、うん、はい、それで喋っちゃっていいですね。はい、大丈夫です。何分ぐらい？じゃあ 2分ぐらいで終わっていただくと嬉しいですけど、2分行っちゃったら行っちゃったで他の方で、じゃあ大体3分目安で。終わりました。3分目安でいこう。さ、最後どうしますか？ん、最後何？杉村さんどうだろう。最後の3分の間にでもう一度告知と一言ずつ言ってもらって、それで締めればいいでしょ。で、締めるのはいつもの順番を。いいんですか？俺の後にまたとかっていうのはなくて、もう俺で締めるは締めるで、こっちで締めちゃったのは。受けは俺だね、はい、クリスマスだね、はい、それでもう一度、はい、告知ですね。バックはないですね、ないです。曲はね、はい、行きましょう。はい、はい、はい、ソーラビニュー、今夜のクリスマスソングはダイアナ・ロス&シュープリームスでマイクリスマスツリーをお届けいたしました。はい、はい、来週の、クリスマスソングもね、期待してください、はい、うん、そして最後にもう一度ね、辻村大輔先生からですね、うん、12月21日の県のイベントをもう一度、はい、言っていただきましょう、うん、どうぞ。はい、イベントラポール、開催日が12月21日日曜日、うん、12時半から16時半、はい、場所が小田原ナックビル5階、うん、お堀端コンベンションホール、はい、ダンスショーケース、DJ タイム、うん、MC ライブなどいろいろあります、うん、で、エントランスはフリーになるので、はい、ぜひ誰でも来てください、うん、そうですね、はい、もう本当に楽しいイベントになると思いますんでね、はい、12月21日の日曜日、繰り返しますが12時30分から16時30分、はい、ナックビル5階のお堀端コンベンションホールでラポールというイベントがございます、はい、ぜひ皆さんね、いらしてください、うん、私がもう本当に MC をやったりですね、DJ アキと DJ ケンジが音楽をかけたりですね、はい、私 MC なんでどんな服を着ていこうかなと思ってね、一世から借りようかと思ってた。そういうのを持ってないんでね、そういう感じでね、はい、行いますんで、よろしかったら皆さんいらしてください、はい、来週またこの告知をいたします、はい、そして辻村さんもおいでくださったんで、もう一言ずつパパの方からどうぞ。あ、今日はありがとうございました、はい、記念の400回記念に出れて、うちの家族も、いい記念になりました、はい、これからも、お三方、末永く、番組を続けてください、はい、今日は、うん、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、そして伊勢、うんうん、今日は、まあ、ちょっとしか喋れませんでした。ごめんねよって言いたいです。400回記念、うん、出れて嬉しかったです、はい。ありがとうございます。はい、そして大ちゃん行きます。はい、今日はありがとうございました。はい、ちょっと告知ばっかでちょっと、いやですけど、はい、ぜひあのエントランスフリーなんで、はい、でも、はい、よっちゃん、ケンジさん、マリさん、はい、会えます。来てください。本当にですね、
僕なんてもね、あの呼ばれた以上っていうか、あの一生懸命頑張ってですね、このイベントを成功させるためにはですね、はい、一生懸命やらなきゃいけないということですね、はい、皆さん本当真剣にね、踊る方も真剣ですし、僕なんてもう軽い気持ちじゃね、はい、ちょっとできないんでね、うん、もう皆さんが来てくれることがですね、うん、もうダンスチームもですね、僕なんても盛り上がりますしね、はい、みんなで盛り上げていただければですね、はい、踊るも盛り上がるということですね、うん、そうですね、本当にこういうねイベントがいっぱいあるとですね、本当楽しいんですよね、小田原もね、うん、今小田原もちょっとねいろいろとありますんで、うん、これからもう12月ですんでね、盛り上げてい、いこうと思います、はい、ぜひ12月の21日日曜日、はい、ラグビル5杯、はい、ラポルトイベント皆さん来てください。はい、そういうわけでお別れの時間がやってまいりました。今までのワイトは DJ よっちゃんと DJ アキと DJ ケンでした。ソーラビニュー、また来週。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。うまく撮れたかな。うまく喋れたかな。今更。